はい、どうもうずです。今日はですね、いつもとちょっと違う動画行きたいと思います。で、うずさんの部屋を適当にただ晒すだけの動画をやりたいと思います。結構ね、部屋汚いっす。で、ただ部屋を晒すって言ってもうずさんの部屋、いろんなものがね、確かにあるんですよ。物がいっぱいあるの。ちょっとね、気になったアイテムだけ取り上げて、それでちょっと簡単にね、動画に収めとこうと思います。で、こちらがうずさんの部屋の、まあおおよそドアから入った全体図なんですけど、こんな感じです。結構ですね、汚いですよね、散らかってます。作業スペースだけスペース上げてるっていう典型的なダメ男パターンですね。で、まずこちら左手ですね、左手またゴミの山、あんまり触れてない場所なんですけど、こちら分かります？これ結構ね、うずさんお気に入りというか、もう10年ぐらい前に買ったラジコンかな。あのね、ボディ今ねボロボロだから外しちゃってるんですけど、フェラーリエンツェオのラジコンカーなんですよ。それうずさんね、でもバカだからね、充電器買ってなかったんですよ。だからお友達と走らせに行った時に充電してもらわないと走らせられないという、充電器買えばいいのにね、充電器持ってないからね、普段ね眠っちゃってるラジコンです。でもラジコンってかっこいいですよね、うん、これラジオコントロールか。よいしょ。で、その奥に行くと、これ以前使っていたファイティングスティック3ってやつかな、 PS3 でスト4を遊ぶ時に使ってたアーケードスティックです。今はね、こちらのこれもね今眠っちゃってるんですけど、リアルアーケードプロがあるので、こっちでプレステ3でつなげて遊んでます。これプレステ4も対応です。で、その右側に行くと、壊れてるハードディスク500ギガかな、あとはこちらかな、1テラのハードディスクがまだ使わずにゴロッとしてます。で、右手にあるのが、あの本棚とかゲームソフトを並べてる棚なんですが、ここちょっと細かいからちょっと飛ばします。で、1回引いてみると三脚が立ってて、これが普段うずさんが使ってる三脚ですね、部屋取り用のスリックの三脚ですね。これちょっと高かったかな、結構高い三脚です。で、足元見るとちっちゃいんですけど、これがやっぱりスリックですね。うずさんスリックの三脚ばっかだな。これもスリックの三脚、小型三脚で持ち運びによく使ってます。自由運台がついてます。で、今もう見てわかる通り、三脚にね、ちょっと普段レイザーのヘッドセットとソニーの MDR1 をぶら下げてます。ここがね、うずさんのヘッドホンの置き場所になっちゃってます。で、こちら、以前からずっと使ってる、もう7年ぐらい前に買ったやつかな、 A3 プリンター、キャノンのですね、IP9910 っていう A3 プリンターで、非常に綺麗に印刷ができるプリンターなんですが、最近は写真をあまり撮っていないので完全に眠っちゃってます。まだ使えます。で、右手には、これも最近使ってない PSP の3000だったかな、最終機だったかな、だったと思います。で、足元のところですけど、これはまあうずさんのメイン PC ですね。よく動画にも登場するアンテックのケースに入った自作パソコンになります。パソコンの話はね、今回また飛ばしますから、これはちょっと置いてあるだけ。こちらがレイザーのキーボード、オーブウィーバーでしたっけ、コールオブデューティーで非常に役立ってくれるキーボードです。で、マイクロソフトの純正コントローラー、ダークソウル2とかスカイリムとか今これでやってますね。で、こちらは USB3.0 に対応した 1TB のポータブルハードディスク、これすごいんですよ。あの、ここのランプが USB2.0 だとグリーンになって、 3.0 だと青になるっていう、これつけてから知ったんですけどね。以前緑色で光ってたのに、今 USB3.0 になったのでブルーになってます。で、まあ、この辺はね、もう最近使わなくなったあのモバイルルーター、ソフトバンクの Z007 かなと、あとはまあちょっともう最近使わなくなったものがこの辺に転がってます。で、実際こちらがうずさんの作業机ですね。もうね、いろいろ動画で紹介してるから今更って感じなんですけど、IO データの23インチの液晶、MF234XPBR っていう IPS 液晶を使ったモニターをメインにしてます。で、右手にあるのが、これ視野角非常に狭くて使いにくい安いディスプレイなんですけど、LG の、多分ね、1万円もしないで買ったやつ。HDMI 端子も付いてないディスプレイ。で、キーボードがレイザーのブラックウィドウ2013ということで、これはもうずっと使ってます。ずっとって言ってもまだ1年ちょっとか。で、右手にあるのが、IO のレイザーのデスアーダーと、あとはやっぱりレイザーのマウスパッドですね。これがね、非常にね、ゲームするときに邪魔なので、あの FPS ゲームするときはこれ反転させて頭の方に置いてます。これがね、普段邪魔で、あとはこれ予備用のマウス、ロジクールのマウスなんですけど、予備用のマウスです。あと、なんだ、なぜかここにソニーの E シリーズのウォークマンが置いてある。
で、これもねあんまり使ってないんですけど、ソニーのボール型の Bluetooth スピーカーです。ただこれ新型が出てて、今防水タイプがありますね。うずさんのは昔買ったやつだから防水じゃない、水に濡れたらダメなスピーカーで、まあこれここにいつもあるわけじゃないんですけど iPhone6 Plus。 あで、これはあのソニーの、これもそんな高くないんですよね、5000円ぐらいで買えるスピーカーとウーファーセットのコントローラーになってます。ボリュームつまみがついていて、使いやすいんですけど、置き場所がないからここに、ただ置いてるだけです。しかし部屋汚いな後で掃除しないとな。でこっち、ん？でこれね、まだ多分動画で紹介してない、ソニーのウォークマンの F シリーズと、音響のポータブルアンプですね、ポターンっていうものがくっついてます。これちょっと動画で後で詳しく紹介します。これ紹介してないや。で、こちらが、ソニーのうずさんずっと使ってるエクスペリアウルトラ、あの YouTube とか Facebook、Twitter の確認でよく使います。で、そのまま右手に行きますと、なぜかガブニャン、シールがちゃんと貼られてないガブニャンが置きっぱなしになってて、こちらにワコムのインティオス5は置いてあります。でこっち予備用のキーボードですね、ちっちゃいやつ、コンパクトなキーボードですが一応置いてあります。 Bluetooth 接続です。これちょっとだけ使ったあの USB とマイクロ USB をこう変換するアダプターですね、これ Xperia Ultra に使ったことがあります。で何かのおまけでもらったパナソニックのエネループと、なぜか炭酸が1個残ってます。あと棚下もね、そんな大したゲームソフトとかねばっかしなんですけど、これがあれか、ウォークマンの箱と、これがまだ紹介してない、音響の USB ダックですね、DAC-HA200 っていうダックを最近購入してつなげてます。これ iPhone とかね、いろいろ相性がいいものがあるんで、ちょっと後でちゃんと詳しく紹介します。で右手には最近ちょっと外であんまり使わなくなってしまったハンディカム、これ運動会とかでね役に立つんですけどね、最近使ってないです、ハンディカム。で壊れてるハードディスク読み込みもうしないの、これは何入れてるか分かんない、最近ハードディスクがね増えすぎちゃって何入れたかもう忘れちゃいました。で、右手に行くとうずさんの空箱置き場ですね、この間買ったマザーボードの空箱からヘッドホン、サウンドカード、あとキーボードなんて、あキーボードもよかった。これね、あのレイザーのキーボード買う前までずっとメインで使ってたエレコムの、キーボードです。これもね5000円ぐらいなんですけど、非常に使いやすいキーボードで Bluetooth でも USB でも接続できます。これはね非常にいいです。 iPhone とかね Android 端末でも利用できます。でその下にはこれレンズですね、うずさんのメインレンズのあの白いレンズが入ってます。で未だによいしょ、こちらのインテルのリテールクーラーが裸のまま置きっぱなしになってます。でこちらからさらによいしょ右手に行きますと、ここによいしょカメラが2つ転がってます。うずさんのメインの EOS40D とあとは 20D がまだ生きてます。あとは本棚とかね、プレステ3とかね、まあこの辺は雑に置きっぱなしになってるだけですね、本棚で。さらに右に回転していくと、まあ、さっき言ったプレステ3と iPad2、 iPad2 はもう電池が今空です、入ってないですでこの間買ったちょっと爪切り、匠の技っていう爪切りで、また箱に一回戻しちゃったんですけど、すごい切れ味いいです、指の爪切りました。でここね、わしゃ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 今ねヘッドホンが転がっちゃってるんですけど、うずさんちょっとヘッドホンが最近増えすぎてしまいまして、こんな感じでいっぱい転がってます。ほとんどねウォークマンの純正のヘッドホンとかね、 7,8 年前に買ったノイズキャンセリングヘッドホンとかいろいろ混じってて生きているので、こんな状態です。結構物持ちがいいっていうことかな。であと下にこれは、まあ、たまたま今ここにあるんですけど MacBook Pro i キですね、うずさんの外出用の i キですね、ここに今置いてあります。ちょっと娘が描いてくれたイラストがヘッドホンの下敷きになってるな、まあいいか。ということで以上こんな感じでうずさんのお部屋だいたい一周です。ここにあるテレビは地デジチューナーが入ってない日立のアナログテレビで、以前知り合いにもらったテレビです。もうほんと使ってない、一回ね Xbox とつなげてね遊んでたんですけどね、今はちょっと Xbox がここにないのでつなげてないです。ということでうずさんの部屋こんな感じで、ちょっと汚いんですけどね、物もいっぱいあって、まあなんとなくな紹介させてもらいました。今日の動画の中でね、ちょっと登場してまだ紹介してなかった商品がありますから、それは後日ちょっと動画の方で撮影してアップしようと思います。ではまた別の動画で、バイバイ。部屋ね綺麗に片付けないとダメだね、ホコリとかもちょっと今すごいしね。今ねうずさん何気に欲しいのがあのスティッククリーナーです。あのうちにあったね5000円ぐらいで買ったやつがね、この間転ばしたら爪が割れちゃって使い物にならなくなっちゃったんです。掃除機が欲しい。